第42装甲旅団、ブランデンブルクは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第13装甲的弾兵士団に所属していた。旅団の部隊は主に、ベルリニアブランデンブルク州に駐屯していた。冷戦終結後に編成され2003年に、解体される。当初の旅団は、第42強度防衛旅団として編成され、その後野戦軍に編入されて、 戦闘部隊旅団のナンバー旅団に組み込まれた。本旅団はドイツ民主共和国国家、人民軍地上軍の第一自動車加速劇士団を母体に第42強度防衛旅団として、新編、愛称、ブランデンブルクが与えられ、第14装甲的弾兵士団に所属した。1995年に第42装甲旅団に解消される。 1997年には、第7防衛艦区司令部、第13総攻的弾兵士団の霊下となる。その後連邦軍改革、新任務のための新陸軍により旅団は現役化された、主防衛部隊に指定される。1996年に、霊下の駆逐戦車中隊が解体され、代わりに、総攻的弾兵大隊に、ホット対戦車ミサイルが配備される。 1997年時点での旅団霊化部隊は以下の通りであった。1997年秋には第581両兵大隊が第1両兵大隊に解消し旅団の霊化から離れた。1999年から2000年にかけて第3次クファー、ドイツ派遣隊に参加しバルカン諸国に派遣される。次に2001年から2002年までは 第4次クファー、ドイツ派遣隊に参加しコソボ及びマケドニアに派遣される。2002年にはオーデル側の反乱で災害出動する。第423戦車大隊、第420装甲公兵中隊は2002年末に解体される。 第421総攻的弾兵大隊と第425総攻砲兵大隊は2003年1月1日までに第1総攻的弾兵旅団へ配点される。2003年6月30日に旅団は解散される。解体転呼はすでに2002年12月4日に行われていた。ありがとうございます。